Abdullah the Butcher ですが、安城がもうここは奇襲をかけてまいりました。さあ今ゴングが鳴りました。第3試合は全日本軍からは Abdullah the Butcher、そして WAR 軍からは安城陽次、この一戦も実況でお楽しみいただいてまいります。さて放送席解説は歩くプロレス41年史おなじみの福下大さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実況私松崎敏夫でこの試合バイオレスでお送りしてまいりますが、早くも地獄好きアブドーラザブッチャーです。まあ、ここまで第2試合までが終了しておりまして、1対1と、まあ、タイできているわけなんですけれども、菊池さん、はい、まあ、天竜がですね太陽系破り、はい、そして、白紙が北原を破りまして、はい、まあ、1対1になってますね、はい、まあ、これでどうなるかですね、まあ、これが勝負の分けどころでしょうね、はい、地獄好きアブドーラザブッチャーです。もう私たちの対戦カードが発表されておりません。ですから誰がね、出てくるか分からない。天竜がトップを切って出てくる大変なんですからね。ですからもちろんあの今日の場内のファンの皆さんもですね、ファンブレットには対戦カード載っておりませんから、誰がどういう組み合わせでくるのかというね。そうそう、全試合勝負だったんですからね、オープニングマッチからもう何もね、WR との対抗戦の最終戦のカードフィーチャー決まってますからね、はい、あっとまた今日はオーリー山口レフリー受難ですね。受難ですね。さあそして今地獄次向こう側にはサブロフィー的に入って今姉崎レフリーが声を上げてますけども、オーリー山口大丈夫でしょうか。そして安城陽次も喉を疲れました。さあブッチャー来るか、徳丸エルモ、さあカウント、これは田中がリング内、田中雅人がリング内、入ってましたけどね、レフリーがこれもう、ダメージ中で中でこれ滑り込んで入ってますね。そして宮本が今その田中を押さえつけています。さあレフリーは起き上がっていないようです。レフリーはご覧のような青コーナーサイド起き上がれません。これはもうサブレフリー的な甘さくレフリーが入ってきてカウント取ってもいいんですけどね、最初からそういう風にルールになってればいいんですか、はい、サブレフリーを入れるという、さあ地獄好き、あーブッチャー額切ってます、ブッチャーの額、さあ安城がその狂気を持った主義、ブッチャーがドテッと倒れていったところ、